奪旗を捕らえる。太公望が示した指針に従い、竹中半兵衛らは小田原城から逃亡した奪旗を追撃した。南へ南へと逃げる奪旗。やがて九州の地に至ったところでその歩みが止まる。そこで討伐軍を迎え撃つ体制を取った。奪旗を守る妖魔軍はわずか。一息に包囲殲滅し奪旗を捕獲せよ。指揮を託された核はそう指示を出す。しかし同時に奪旗の行動に不信を抱いてもいた。狡猾な奪旗がこれほど容易に尻尾をつかませるだろうか。北へ。ここはかつての九州、我らの故地か。ならば立花が出るのが筋というものだな。ふん、お嬢、この地で探し人でもおるの。お主を逃がすためしんがりを務め行方不明の宗重ならどこかで生きている。最後に奴は私に言ったのだ、死なぬと。そもそも奴ならばどこかを風のように吹き渡っているに違いないのだ。心配などするものか。そうか、わかった。ま、戦のついでに坊ちゃんを探すのもいいよ。やれやれ、奪旗の捕獲が目的だってことを忘れないでほしいね。無理無駄のない勝利を目指す。これは結構難しい。南、北、東、関東から囲んで行こうか。陸地と戦は返してひっくり返る。やれ。だってこれでどうかな。アナドラのこと。立花の名にかけてここで奪旗を捕らえる。行くぞ、遅れるな。どうしようかな。この地も随分と様変わりしたね。このような植物は初めて目にする。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。さて、我々はこの妙な地形を抜けるしかないようだ。生きれるかな。しかし、何なのだこの地の変わりようは。見たこともないもので、そこかしこに。さて、追い詰めたぞ、ダッキ。逃げ場はないぞ、ダッキ。おとなしくバクにつけ。メッシやれ。
卑弥呼、私は大丈夫だから早く逃げて。報告します。七つ石の西にて鎧甲冑の美女婦を見かけたとの情報が。そうか、急ぐぞ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。どこまでだったっけ。勘弁してもらおうか。やれやれ、とんでもないのがいたものだ。化け物か、こいつ。見たところ人間のようだが、邪悪な輩に組みするか。ならばネメヤとディンガルの精兵が相手をしよう。邪悪な輩、それに組みする。いずれも捨ておけ。このネメヤが打ち払ってみせよう。爆破だ。来い、地獄を見せてやる。ここまで追い詰めるか。なかなかやる。死ぬまで切り合いたいところだ。今はその時ではない。とんでもない敵が出たと思いきや、頼もしい味方も現れてくれた。ここはネメア殿に任せていいだろう。俺たちは奪取王か。とはいえ、どうもくさい。敵の策には十分注意してくれ。ゼルドの敵はじっと頼まれてくれるね。東から奪取のところへ向かってしまう。引いてくれ。ヘル獅子のような恐ろしい戦士だ。突撃だ。報告にあった男とはネメア殿のことか。胸しげ、どこをほっつき歩いているのだ。今だ、やるてしまえ。挟み撃ちだ。突撃だ。貴様は元就の孫。毛利はなぜ妖魔の味方をする。すべては大殿のご判断だ。言うなど私が推し量れることではない。胸を張って言うことか。それはいかん。皆引くのだ。突撃だ。逃がすか。待て。こうでなくてはな。さすがのお働き。やるな。突撃だ。ここで口当てろ。よし、やいだ。敵中突破を試みるぞ。せいぜい上がるがいい。敵将を討ち取った。よし、かかったぞ。それ目を伏せていたのか。
しい真似を。見よう見まねの釣りのぶせだったよ。うまくいった。釣りのぶせとも言えぬ貧相の先。爆破だ。あんなものに引っかかるとは。お嬢、居抜けているのではない。あんだけ探して宝が見つからねえ。がっつり来た。この子がまともに飯食ってねえしな。負けてくるぜ。君たちのやり方もおそらく正しい。私たちの道はいずれどこかと交わるだろう。突撃だ。あらら、元成さんやられるの早すぎ。突撃だ。爆破だ。うちは粗末にできん。撤退じゃ。この程度苦戦のうちに入らぬ。だが助かったぞ。出番かな。来た。というわけでここも罠でした。最後はちょっと派手に行こうかな。やはりそこに罠を張ったか。迂回路を確保しておいてよかった。相変わらず性格悪いわね、格さん。お仲間が罠にかかるまで黙ってるなんて。おかげであんたは警戒せずに移動した。だからこうして追い詰めることができる。ほんと性格悪い。もう十分休んだでしょ、アキレウスさん。早く守って。これでどうかな。いいだ。生きれるかな。あら、誰よあの人。まあ、いっか。アキレウスさん、まとめてやっちゃって。貴様、覚えていろ。あれだけの罠を越えてよく来られたわね。ご褒美にちょっとだけ遊んであげる。任務だ。なんだろう、爆破だ。その方が楽しそう。私たちも行っとく。付き合ってられない。じゃあね。おのが任を果たしたまで。ここは異世界。私が知る世界とは別の世界のようだな。帰る術は見当もつかない。ただこの地には邪悪な気配が満ちている。私もお前たちに協力させてほしい。邪悪がどうとか私は興味ないから。私は関作に会いたいだけ。関作を探すの手伝ってくれるなら協力してもいいけど。素晴らしいじゃないか。貴様にこれをやる。すまぬ、私は気の利いた贈り物を知らぬ。